一橋大学は一橋ビジネススクールを通じて MBA プログラムを提供しています。このプログラムでは少人数の受講者に対して授業を提供することで教育効果が最大化する教育手法を特徴としています。この教育手法で経営学的分析能力の確実な習得を目指します。あなたはビジネスにおいてこんな悩みはありませんか？いろいろ本を読んで勉強したけれど自分の会社の問題に応用できない、または職場の問題には精通しているはずなのに問題を本質的に分析できない。この悩みを解決するには本で学んだ理論を現実に反映させる力や目の前で起こった問題を理論に結びつけて考える力が必要です。この能力の養成には試行錯誤を繰り返し理論と現実の間で思考を往復させねばなりません。そこで一人一人のつまずきに対して教員がオーダーメイドで解決に導きます。これが少人数教育です。仕事してる中でですね、将来のことを考えて、ビジネスにおいてですね、専門的な知識を身につけたいなと思ってこの MBA を選びました。理論と実践がですね、どちらも結びつくようなプログラムでして、ファイナンス、財務、データサイエンス、そういったことが身につきますし、実践という意味ではトップ経営者の講演が聞くことができます。おかげで我々のレベルでの経営判断というのができるようになったというふうに思っています。一橋ビジネススクールは現実を正しく理解し理論的に答えを導き出すリーダーを育成します。少人数教育は一橋大学の伝統的教育法です。